皆さんこんにちは、モレノです。明けましておめでとうございます。皆様2023年もよろしくお願いいたします。新年一発目のレビューとしましては、ベルガルデについてレビューしていきます。読み方が合っているのか全く分かりません、ごめんなさい。もしご存知の方いたら教えてください。現在の作成コストがだいたい5万コインぐらいですかね。非常に安い SBC として登場しました。5万コインでもないですね、3万7千コインですね。本当に格安ですね。まあとりあえず作ってもいいかなと思う選手ですが、今日ちょっとレビューしていきます。身長172センチのミディミディワークレートの右利きの逆足さん、スキル3。ここら辺のワークレートですね、ワークレートが普通って正直中盤の選手としては良くないと思うので、でなおかつスキル3逆3、まあここら辺がまあなぜこの価格なのかっていうのをまあ表してるのかなと思います。逆にまあハイハイで44とかであれば、このスタッツある選手であれば15万しててもおかしくはない、15万20万ぐらいしててもおかしくないのかなと思います。で彼センターミッド CDM の2ポジションです。で能力見ていくと、まあシュートスタッツ以外全て82以上、特にスピードですね、PS が87あるので、まあ能力的にはかなり優れた選手なのかなと思います。でもう一つ気になるのが、彼小さいじゃないですか、172センチ。今年ボランチでやっぱりカンテがあまりいないように、小さい選手って基本的にそんなに強くないんですよね。ってなった時に、じゃあこの選手がこのペースと守備スタッツがあるからできるのか、まあはたまたやっぱり小さい選手ってそんなに強くないよねっていうのになるかっていうのは見ていきたいポイントかなと思います。で一応ペースも高いですし、攻撃ポジションが地味に88あります。でなおかつドリブルスタッツ、敏捷性、バランスもすごい高い数値、インターセプトも90、スタンディングタックルも95と本当に優秀なスタッツですね。でスタミナも91ありますので、120分間持つかなと思います。でこちらが今回使っていくチームです。まあ基本的にリーガン、まあ非常に SBC 多く来てますが、フランス人も多いですし、つなげることは簡単なのかなと思います。でどこで使っていくかと、442のここのボランチで両方使っていきたいかなと思ってます。基本的にはミディミディのワークレートで守備スタッツが高い選手なんで、アンカーみたいな守備的なボランチで使っていこうとは思ってるんですが、ドリブルスタッツも優秀な選手なんで、まあ2ポジション、4231と442のボランチ、攻撃時上がらないとバランスにした状態で見ていきます。ではまずベレガルデドリブルから見ていきます。この選手がその選手です。ドリブルに関しては非常に良かったです。やはり敏捷性、バランスがすごい高い数値もあり、でなおかつスピードもかなりある選手なので、本当に中盤の選手としてはかなりいいドリブルをするなという印象でした。もう本当にトップクラスじゃないですかね。中盤の選手はここまでドリブル選手できる選手はなかなか少ないです。で、彼まず最初の方を守備的に使っていったんですが、正直守備に関しては僕は思ったよりでしたね。期待値は超えなかったです。むしろ下回った印象を受けました。やはりワークレートのミディアムミディアムっていうのが多少影響してるのかなと思ってて、ポジショニングが中途半端なことが多くて、でなおかつ守備って割と今のこのボランチのゲームってそのまま選手のポジショニングを生かした守備をする方が守れることが多いんですね。でそれがそれこそカゼミーロとかが強い理由がそれだと思うんですけど、カゼミロってスピードはないじゃないですか。でなおかつ自分であんまり操作してないんですよ、カゼミロを使ってる時。ただしなんだかんだ言ってボールがすごく取れる。それって選手固有の AI だったりポジショニングが関係してると思ってて、ベレガルデに関してはそれが全くなかったですね。でなおかつあのボールを当てた時、体を当てた時のフィジカルっていうのも若干気になりましたね。若干っていうか普通に気になりましたね。刈り取りはできないですね。このシーンとかも、カゼミロとかもっとフィジカルタイプの選手だったらもっとガリッと取れるはずなんですよ。ちょっと怪しかったと思うんですけど、そこがまあ彼自身を守備的なボランチとして起用していく上で物足りないなと思いましたし、僕は
この選手を守備的ボランチで起用していくのは個人的にはなしかなと思いました、うん、少しディフェンスが少しっていうか物足りないですね。で、途中から徐々にポジショニングポジション変えてます。まあ理由としてはこのポジションできないならよりまあもう一列前というか同じ列なんですけど攻撃的なボランチをした方が彼自身のドリブルっていうのが生きるのかなと思い1列前に上げました。で1列前に上げた時の動きはすごく良かったです。おそらくこの選手って攻撃ポジションがもともと88あるんですよ。で攻撃がすごく得意なんですよ。で若干気になったのは役割意識が攻撃がハイじゃないことからこのシーン役割意識が高い選手であればストライカーを追い越すような動きっていうのを見せてくれるシーンがあると思うんですね。そういう動きがなかったのは残念だったかなと思います。ただしそれ以外であればやっぱりその守備を期待していない側のボランチとしては十分すぎるぐらいの守備能力もありましたし、まあなんといってもスピードがあるのでスピード95ぐらいある中盤選手なかなかいないと思うんで、まあこういうシーンですね。今のあのベラガルで今この追い越さなかった選手なんですけど、あれ役割意識が高い選手であれば追い越してたと思います。そこが少し目立ちましたね。で、このシーンもベラガルで中央にいて、まあここで受けて本当にドリブルで勝負をできる選手なんで、勝負ができる選手なんで5枚目のアタッカーとして非常に優秀だなと思いました。で1個的になったのはやはりシュート能力、まあ、シュート能力が高いとは言えないので、まあ、そこをどう気にしていくかっていう感じですかね。まあケミストリー使ってあげていくのもありだと思いますし、まあ基本的にはパスを出してパス性が全く不満なかったですね。最後決めていくっていう感じですね。では最後ペレガールでまとめていきます。現在の作成コストが 37,500 コインです。まあとりあえずこの価格なんで作っていいと思います。間違いなく作って後悔する SBC ではないかなと思います。ただしめちゃくちゃ強い選手かって言われるとめちゃくちゃ強い選手ではないです。10万20万出せばこれより強い選手は5万といるかなっていう感じです。で今回守備的なボランチとして僕自身能力的には期待していた部分があったのですが、正直そのポジションはこの選手は務まらないなと思いました。あとアンカーとかですね、スタッツ的にはディフェンスが89あって、でなおかつまあミリミリのワークレートでもう本当に中盤の底、カンテがやってるような役割を任せたいなと思ったんですけど、今作カンテも強くないじゃないですか。で、あのポジションはもっとカゼミロだったり守備が本当にできるみたいな選手を置いた方がいいと思います。で、そうなった時にこのベレガルデの守備っていうのは物足りないかなと思いました。じゃあどこで使うのっていう話をすると、途中から起用していた CDM の攻撃的な方であったりセンターミッド、このポジションであれば彼はかなり強いなと、まあかなり強いまではちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、普通にやれますし使いやすい選手だなとは思いました。で、それは何から来るかっていうとドリブルスタッツですね。とにかくドリブルをした時の安定感っていうのは中盤の選手としてはトップクラスかなと思うので、まああとスピードですね。まあこれが相まって中盤の選手、他の中盤の選手には持ってないものを持っているなと思いましたので、まあ、中盤でこねてより攻撃参加っていう風に持っていく方が僕はこの選手はおすすめです。で、今回シャドウ使っていきましたが、やはり中盤の、まあ、よりセンターミッドをやらせるとしたら多少シュートスタッツが気になります。シュートを打つ場面で71って低すぎるので、まあ可能性としてはハンターをそのままつけてあげてペースをそのまま重視するのもありですし、それこそグラディエーターをつけてシュートスタッツとディフェンススタッツをこの選手の場合上げても面白いとは思います。スピードはもともと87とかなりある方なので、ここのシュートスタッツを上げてあげることによってよりまあ攻撃的な位置でボールを受けた時に生きるのかなと思います。でパスドリブルに関しては本当に全く不満はなかったですね。なおかつスタミナ91あることもあって120分間持てる体力も持ってますし、もう素晴らしいカードだなと思いました。でこれまあ 37,000 コインですからかなり安いですね。でそれこそフォファナだったり、まあゲンドゥージもそうですけど、彼らってミディハイの選手なので割と
要はそこを任せたい選手だと思うんですよ。で、彼らと同じ役割なのかなと思っていたところをより、まあ、攻撃的な選手であったので、そこでリーガンって意外といないので、そのポジションやれる選手は。なので僕はそこのポジションにこのリーガン縛りでやってる方はこの選手を入れるのはありだとは思います。で、それこそレナード・サンチェスもこのカードは異次元です。もうこれとはもう全くレベルが違う、うん、このカードはもうダントツ強いんで、あのよりハイハイワークレートの選手ね、強い選手っていうのはいくらでもいるなっていう印象を受けたので、無理にこだわる必要性はないとは思うんですけど、あのまあこのフォファナの終盤のカードも僕はフォファナの方が好みですね。好みっていうか強いと思います、フォファナの方が。まあ、あとはこのベリンガムであったり、まあ、カンセロの中盤起用、ギマランイスとかでも、まあ、ここら辺の10万、20万の選手と比べてしまうと、あの物足りないかなと思います。このエンゾ・フェルナンデスとかの方が全然強いと思いますね。という感じです。ただ、まあ、3万7000コインという価格っていうのは素晴らしい価格なので、まあ、ぜひね、あの作ってみてくださいという感じで、今日は終えていきます。何か質問、コメントがあれば、お待ちしております。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ではまた。